どうも、しねこです。今回もフリーゲーム、レトロ自販機クエストやっていきたいと思います。パート61ということで、前回の続きからになります。前回はですね、無意慎吾さんを、ようやく倒したと言っていいんでしょうか。一応倒せましたねというところですね。今回のパートは、関東の地図、千葉、茨城エリアの、オートパラサットヤからぐーっとね、一本道通っていきまして、アライア、オートコーナーに向かいますっていう感じですね。はい。けど途中の観光館だよね。観光スポットにもね、寄ってみようかなと思うんですけど、アライア、オートコーナーに、確かトッティスの社長のね、セント社長かな。がいているので、直接ね、直接対決かな。会いに行きましょう。ということで。あれ?この店で話したかな?この子はお弁当の自販機。今は動いてないみたい。動いていた時はどんなお弁当が食べれたのかな?なんだろうね。また動くようになったらみんなで食べよう。楽しみだね。うん。何のお弁当なんだろう。焼肉弁当とかかな。焼肉弁当か、唐揚げ弁当かかな。で、体力は、大丈夫ですね。うん、あるね。よし、じゃあね。まさか、小百合ちゃんが、デトロジなんて思うから、生まれた存在で、さらに、本来なら、その、王だったなんてね、ありますね。パート50中かな。パート50中かパート60の時にね、そういうお話がね、ありました。前回と前々回ね。トレンディに対抗できる王様が不在なのはちょっと困るけど、だけど、デトナイトは3人だったわ。みんなで力を合わせて頑張りましょう。ですよね。うん、3人になりました。サブさんと、カズサさんと、ナムダさんですね。それはそうと、敵を倒した後で、いろんな装備品が手に入ったりしてるけど、ちゃんと装備してる?してないかもしれないな。北に向かう前に一度装備を見直してみるのもいいかもしれないわよ。じゃあちょっと装備あれしてみる。でも大丈夫かな。そこまで、今の装備変わったね。あっと危ない。お、変わりましたね。いろいろ変わりましたよ。さあセーブしましょう。よし、では向かいましょうか。車で向かったらいいのかな?いや、そのまま出たり。里屋を出て、どこへ向かいますか?北へ向かう、南へ向かう、要塞に戻る、ここに留まる、行ったことのある場所に行く。なんだ?北へ向かう、南?北だよね、北でいいんだよね。南ってことは、オートパーラー里屋の、トッテス要塞方面かな。今がオートパーラー里屋なので、北だね。一応、本社方面行きたいので、上ですね。上っていうか、北ですね。北です。北に向かいます。すると、おー、来ました。おー、この橋渡りたくない、怖いよ。上、茨城方面、アライア、オートコーナー、トッテス本社。下、千葉方面、オートパーラー里屋。一本道。入ります。ゆっくり進んでいきましょう。で、言おうとしたけど、進んでいこうか。ゆっくりだな。ちゃんとね、道路沿いにね、進んでいきます。誰かいてるよ。お、友の会。右側に見えるのは、見えるのが突然本社だ。くっ、ここからも恐ろしいほどのトレンディな威圧感がじゅんじゅん伝わってくるぜ。じゅんじゅん。そしてその時に見えるが、トッティスタワーが、どうかして、あれの軌道を止めないと大変なことに、どうか気をつけてください。わかりました。あ、本社がもうなんか目と鼻の先だな。サメ肌男。どうした?サメ肌男?何?怖いな。トサンダー、小百合ちゃんはロケット肌 B、スカツさんは大手で体力回復していて、ハイパートレンディー。ダメージが、いろいろ大きいよ。400ダメージ。約400?はい、バタネリー、ダムラさん、いけ。ダメージが出てきます。さあ、あと3打使いましょう。
3000ダメージ。お、3000でも倒れないよ。3000ダメージ与えたのに倒れない。結構強烈な予感がするよ。よし、 A 倒しましたね。じゃあということは体力5000ぐらいなのかな。あっ、危ない危ない。まあでもまあ倒せるかなとか思ったりするので、まあまあいいか、まあいいか。2000ダメージ、1850ダメージ、倒しましたね。勝ちました。お金もね、じゃんじゃん入るよ。使い捨てローラーシューズ、使い捨てなんだ、なんでだちゃんと大事に使おうよ。セーブしましょう。できます。さあ、ここ下でいいよね。まあ一応道路沿いです。お、観光スポットだね。関ヶ原だね、かなだまあまあまあ、日本第二の面積を誇る巨大な湖、まあ湖湖、まあ湖か、遊覧船や、補船じゃないな、まあ読み方あるんだろうけどね、読みが出てこないんです怖いです見事ね、全国からたくさんの釣り人が訪れる。最近では湖の周囲を走るロードバイクも人気がある。ちょっと怖いな。何？注意。そうね。本社にあるという設定はホフエフィクションです。はい。びっくりしましたよ、感じだからね。なんと、この場所で、レトロエリクターを見つけた。うわー、綺麗な湖だな。いいねー。いいなー。こっちは何もない。わわわわ。何？ずっとハニー？何？怖い。なんか空飛んでるよ。勝てるか。ロケット花火だ。ちょっとナムロさん、ツンズカレー使った方がいいか。ナムロはツンズカレーを使った。ナムロは超人と超人ばかりだ。カサオートイドを使った。ダメージ1500、1200。ドキドキ花火1159。機関掃除やめてください。食べ体力が減っていく。いやー、何必殺技？何特技を出さない？え？困るよ。それは困る。それは困るよ。ダメージ受けまくりましたよ。使えない。使えないぞ。さあ、どうしよう。どうしましょう。まあまあ、攻撃しようか。コリちゃん、コリちゃん。ラメヌエット、ラメヌエットだ。カズさんは、援護。あ、援護、いや。ニューサナカノンにする？田村さんは、理解攻撃、領域さんと、長寿君のね、やつに分かれますので、毎回理解攻撃できるよと。まあ、言わなくてもよかったかな。ダメダメ、与えていきます。1117。まあ、いいのかな。サダメルと、サナダナに流れるかな。お、なんと、味方全員に、敵の特技を反射するバリアがついた。やったぜ。はい、反射だ、反射。よしよしよし。よっしゃー。いけー。反射だ。反射。跳ね返り。跳ね返す。よし、いい感じですよ。ただ、まだこのターンも、レトロ自販機技が出せないので、まあ、通常攻撃するしかないよね。カツさんは出せるので、ニューサナカノン。ナムロさんはハイパードレンディでもう一丁。ダメージ1354。倒せない。倒した。よし、勝ちましたね。レベルが上がらないね。上がってくれてもいいんだよ。さあ、やってきましたよ。やってきましたよ。到着でーす。やってきましたー。アライア、オートコーナーに到着したぜ。アライア、オートコーナー、実名。ここにお父様がいる。いよいよ、決着をつける時が来たのね。ついに来たね。バード61だよ。大丈夫、カズさん。多分も、教育も、氷も、一緒。ついでに、教育もね。そういうことだ。さあ、
先祖社長と決着をつけるぞ。さあ、決着をね、つけときが来ましたね。いやー、なんかやり残したことがね、ないかがね、非常に心配なんですよ。まあね、いや、いいのかな、ちょっとね、ストーリー進んでいってるんですけど、まだですね、レトロ自販機のかけらを集めてないのがね、まあちょ、まあなんかちょっと気がかりなんですよね。気がかりなんですけど、まあ、もう、まあこのままストーリー進めてしまって、まあいいかなということで、まあ一応ストーリー進めていこうかなと思うんですけど、今回のパートはですね、ちょっと時間的に、まあちょうどいい感じなので、ちょっと待ちが悪いかもしれませんが、一旦ここで切らしていただこうかなと思います。次回は次、千と社長と再びのご対面と、ご対面します。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。